トッキッキトッキッキトッキッキは、新潟県の宣伝マスコットキャラクターの名称。元は、2009年開催の、第64回国民体育大会、トキメキ、新潟国体及び、第9回全国障害者スポーツ大会、トキメキ、新潟大会の共通マスコットキャラクターであった。新潟県の県取りである時のつがいがモチーフ。男の子女の子のペアであり、 ペアで、ドッキッキと命名されている。丸みを帯びた体型と顔の赤いハートが特徴。またハートには、大会名称である、トキメキと、大会参加者の熱い思いという意味が込められている。その愛嬌ある風貌から、県内での人気度は高い。トキメキ、新潟国体、トキメキ、新潟大会終了に伴い大会マスコットとしての任務を終えたが、その人気の高さから、 新潟県は2009年10月14日突起機を宣伝課長に任命、当時の知事の伊豆田博彦より事例が交付された。同大会で行われる各種競技を模したイラスト等が描かれる。また、新潟県内のスポーツ大会や各種イベント等で着ぐるみが参加することも多い。大規模イベントでは巨大バルーン遊具、キッピーのふわふわトランポリンが登場することも、 大会イメージソング、がむしゃらな風に慣れに合わせて踊る、トッキ,ッキダンスがあり、その CD や DVD は CD-DVD 協賛として優勝提供されている。また一部実行委員会サイトでの閲覧もできる。ありがとうございます。